はい、こんにちは、ちちちゃです。今回はゼノジーバの生態、ムフェトジーバの報酬でもらえる覚醒武器の強化ガチャしたいと思います。仕様とかどんなスキルや能力が出るかは全然分かってないんですが、我慢とかできないんで早速ガチャりたいと思います。今回ガチャりたいのはこの狩猟部です。もうカスタム強化もね進んでます。通常覚醒武器の狩猟部、赤旋律ついてないんですけど、この覚醒能力の旋律攻撃2があることで攻撃力アップ大が吹けるんですよね。なんですけどこれ2ってことは3とか4とかもあるんじゃないかなと思うんですよ。なんでそれも狙っていきたいなと思います。でこの流鉱石たちがネフェトジーバのクエストで入手できるものなんですけど、これらを投入することで覚醒能力を発現するみたいです。あと右下に青い文字で蓄積回数16回とあると思うんですけど、これは流鉱石を使って能力を選択しなかった時にもたまるんですが、ネフェトジーバのクエストに持っていってもたまります。なのでとりあえず今回はネフェトジーバのクエストに持っていけるレベルの狩猟兵にしたいんですよね。今この状態でもそこそこいい感じなんですけど、せっかくなんで火力とかも持っていきたいと思います。とりあえず1回目、お、戦慄攻撃3が出ました。当たり前なんですけど戦慄の覚醒能力は重複することはできないみたいですね。これどこで戦慄確認するんだろう。あった、元がこうだもんね。それがこうなる。風圧無効もつくし、あと防御力アップ大も吹けるようになって、さらにスタミナ最大アップ&回復も吹けるようになるみたいです。これいいじゃん。いいけど見てください、これ星4なんですよね。なんでこれ以上の攻撃の戦慄がもしかしたら出る可能性があるってことですよね。これ以上の戦慄ってなんぞや。パラドーラですかね。あの全戦慄延長と、あとのけぞり無効がついてるパラドーラの戦慄になる可能性があるってことなんですかね。ちょっとわかんないんですけど、いやそれだったらそれも見たいね。戦慄攻撃4がどういうものか見たいんで、ちょっとこれは蓄積しようと思います。これで蓄積回数が17になりました。これ貯めていくとさらにレアなスキルが出るはずなんで。あ、また3か。で切れ味強化3とか、あ、戦慄スタミナ、なるほどね。スタミナ戦慄も一応ありますよと、そういうことですな。で切れ味は、あ、これ匠かな、匠みたいなもんか。白毛しか出ないやつはもう白毛だけなんだな。これほんと3ポイントだけでいいんで、流鉱石のかけらでいいじゃん。これどんどん能力をつけていくと上がっていくのかな。会心強化4、いいね。いいけどちょっと私は戦慄が見たい。戦慄がとにかく見たい。3だね。なんで4個ない。あ、ほら見て、やっぱ4あるじゃん。スタミナ戦慄。この戦慄もすごい好きだし使いやすい戦慄ではあるんですが、今回は攻撃の戦慄を狙っていこうかなと思います。よし。何、蓄積によるボーナスはこれ以上得られません。よろしいですか。あ、蓄積回数のボーナスも上限があるんだ。19回までなんですかね。20回までかな。なんかちょっともったいない気持ちになっちゃいますよね。じゃあやっぱここでちょっと攻撃3以上が出たら戦慄つけちゃいますか。あ、出ちゃった出ちゃった。もう一回だけですか。ちょっともう一回だけ粘ろう。もう一回だけ粘って、また3以上が出たらそれにして出ないね。あとは会心とか攻撃とかを持って行こう。ほ、来ないですね。これ親の顔より見た画面になりそうじゃないですか。これめっちゃやるやろな。ほ、
8。今度狙うとこないね。では3だとちょっと悲しいですかね。4来てください。お願いします。お願いしますよ。戦慄攻撃3。まあここは上書きしましょう。上書きしました。ということで戦慄攻撃3はついたんですけど、あと2個目とかね、2個目とかまだ全然つけてないんで、それをつけていこう。攻撃、あ、会心1か。これ蓄積しよっかな。蓄積して、ちょっと波数なくなってきたんだが。もうちょっと蓄積。どのぐらいで出るかですよね。どのぐらい蓄積したらいいものが出やすいか。状態以上の戦慄。なるほど。状態以上の戦慄って最終的にテスカムスカになるのかな。攻撃1 1は悲しい。1はせめて2以上。蓄積、これで5回目かな。来ないですね。調査団の錬金術はあるけど、意外と来ないもんやな。これで細かいのなくなっちゃったんだが、あともったいないお化けしながらやらなきゃいけないのか。おお。いやー、ネロメールいいか。笛にネロメールはいいな。笛でネロメールと戦うのは楽しいですけどね。は、楽しい。楽しく枯れるとは言ってない。来ないね。いや、狙うと来ないね。さっきいっぱい出てたのに。あー、でもさっきは蓄積がいっぱい溜まってたから、攻撃戦率もいっぱい出てた。戦率じゃないや。攻撃力アップもいっぱい出てたみたいな感じなんですかね。どうなんだろう。来たね。攻撃力強化に、これとりあえずはめちゃっていいですか。とりあえず。最終的には最大値で揃えた意味はあるんですけど。とりあえずこれで攻撃力が上がりました。素晴らしい。これ銃とか入れてもいいのかな。ちょっともったいないけどね。もったいない気がする。2ポイントもったいない気がする。耐震強化2、これも入れちゃおう。イエーイ、上がった。あ、波数分いくんだね。あ、もったいなくないわ。もったいなくないです。もったいないと思ってたんですけど、全然もったいなくなかったです。なんだ、もったいなくないのか。お、会心強化2また来た。また 4% 上げちゃう。これ合計 8% も会心率上がっちゃった。いいですねこれ。最終的に沼になるだろうけどな。とりあえず使える資料部にしちゃおうか。聴覚保護、なるほど。次ちょっとまだ仕様も分かってないからな。どんだけ突っ込んでいいものかも分かんない。でも結構流行石ゲットできますよね。攻撃強化に来た。戦慄は、なるほどね、なるほどね。属性攻撃力アップね。属性の攻撃の最大値上げてもらいたいですね。そしたらこの戦慄も結構光るのにな。いやー、もったいない。高周波いいですもんね。じゃあ攻撃力強化つけます。よし、これでとりあえず完了しました。嬉しい。ちょっと生産武器と比べてみたいと思います。1168でしょ。おお、え、勝ってる。これは強いぞ。あ、これは体験か。びっくりした。体験だ。1218か。ってことは、これ、攻撃の一番数値の高いやつで揃えれば、もうネルギガンテの狩猟笛とか、パラドーラにも、上回るかな？どうだろう？ちょっと計算してみないとわかんないけど。極まったら多分、超えますよね。今、だって攻撃力強化2で
2を2つでこれだから、これ例えば、まあ、5とかあれば5をね4つ入れれば勝てますよね多分。いやー作りたい。ということでアップデート1本目ゆるっとした感じでしたが強化ガチャ動画でした。ネフェトジーバの基本的な攻略方法に関しては今まとめてる最中ですので少々お待ちいただければと思います。ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。励みになりますのでチャンネルの登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。